武田久義武田久義3月2日から1972年6月7日は日本の植物学者登山家東京府出身イギリスの外交官アーネスト佐藤と日本人の武田健との間に生まれた次男1901年に富立一中を卒業し東京外国語学校で語学を学ぶ1910年にイギリスに留学キューガーデンで 植物学の研究を始める。1913年に帰国、1915年に再び都営し、バーミンガム大学で研究し、1916年に四股担当の植物の研究で東京帝国大学より理学博士の学位を授与される。1916年京都大学林湖実験所講師、1920年北海道大学講師、 1928年から1939年まで京都大学の講師を務めた。1905年に日本山岳会を創立し、後に同会の第六大会長を務めた。また、初代日本山岳協会会長、日本自然保護協会会長を歴任した。1970年に秩父の宮記念学術賞を受賞する。1972年6月7日、 死去した。八十九歳坊津。千代田区富士見二丁目の武田屋敷屋とは、法政大学に買収され、八十年間が建てられた。各地の山を登り、高山植物の研究を行い、尾瀬の保護に努めたことから、尾瀬の父と呼ばれている。妻の時期との間に、娘が二人いる。父親の佐藤は久吉が生まれて、すぐに帰国するが、社務中在総領事代理となった。 翌年の休暇中に日本を訪れて家族と再会し、麹町区富士見四丁目に家を購入して離日、ウルグアイ駐在領事時代の1890年には7歳の久吉に近況を知らせる日本語の手紙を書き、英語を学ぶ、養親元。その2年後、モロッコ駐在領事となった父親に久吉は英語で手紙を出し、それ以降、 植物と登山を共通の趣味とする二人の文通は佐藤の裁判年まで続いた。兄の栄太郎が英国留学のために日したまま1900年より病気療養のために転居したアメリカに永住してしまったため、久吉は1904年に日本での学業を終えたものの寂しがる母を気遣って日本に残り、1910年に英国留学後は登山好きの父親と、 しばしば植物採集に出かけた。武田は植物の学名で命名者を示す場合に武田久義を示すのに使われる。ありがとうございます。